エリック・ブーリエは、フランスラバル出身のモータースポーツ関係者、F1 のルノーのチーム代表やマクラーレンのレーシングディレクターを務めた。フランスのアンスティチュポリテクニークでサイエンシズ・アプリケーズで、航空宇宙工学を学んだ後、1999年に、フランスの名門チームダムズに加入し、国際 F3000 や、ルマンプロジェクトで働いた。 2002年は、ワールドシリーズ by 日産に参戦する、レーシングエンジニアリングへ移籍し、チーフエンジニアに任命された。2003年にダムズへ復帰し、テクニカルディレクターに就任。その後、マネージングディレクターも兼任し、GP にアフォーミュラルの3.5、A1 グランプリで指揮を取った。GP にアジアシリーズでは2008-2009年シーズンに、 ダムズ所属の小林カムイとジェローム・ダンブロシオが総合1.2位を獲得した。2009年には、ジェラルド・ロペス率いるジニー・キャピタルが運営するグラビティ・スポーツマネージメントの代表に就任し、ダンブロシオらのマネージメントを担当した。2009年末、ジニー・キャピタルがルノー F1 チームの共同運営者となり、2010年1月5日にブーリエは36歳で、 ルノーのチーム代表に就任した。スキャンダルの後遺症もあり、新代表の赤さと F1 経験のなさを不安視する、向きもあったが、ブーリエはチームをまとめて2010年シーズンを乗り切った。ルノーが2010年限りでワークス活動を終了したため、2011年はロータスルノー GP、2012年以後はロータス F1 チームとして F1 に参戦している。 2012年にはマネージメントを担当するロマングロージャンを聖ドライバーダンブロシオをサードドライバーとして起用した。2011年4月、ブーリエはステファノ・ドメニカリに代わってフォーミュラワン・チームズ・アソシエーションの副代表に就任した。2014年1月24日、ブーリエはロータスを辞職し、29日にマクラーレン・レーシングの CEO 権。 レーシングディレクターになることを発表した。2015年より、マクラーレンが搭載する、ホンダ製、パワーユニットについては、信頼性や性能が不足していると発言した。また、2018年より、ルノーセープへの変更を決定した際、ブーリエ自身は、チームとして在籍していたことや、ルノーエンジンでレースを経験していたこともあり、区を交換しただけで、 ラップタイムは1秒早くなると主張したが、それまでと変わらず成績低迷は続いた。2018年7月3日、チームは、ブーリエが、マクラーレンのレーシングディレクターを辞任したと発表したが、事実上の更迭であった。その後、ガーデニング休暇が終了したと思われるタイミングで、フランス GP の戦略アドバイザーに就任した。マクラーレン加入までは、 それなりの成功を収めており、ダムズの幹部や2010年から2013年のルノーで結果を残していた。実際、ロンデニスから依頼をされて、マクラーレン CEO を就任しており、少なくともザク・ブラウンと違いた業種から移ってきたわけではなく、就任直後の評価はそれほど悪くなかった。現に2015年からの不信を、 ホンダエンジンの問題に押し付ける言動をするチームの状況に関して2017年シーズンのスペイン GP の前後のインタビューのように時折とがめたり別視点のコメントをしてフォローしたこともあっただがイメージ戦略に基づくメディア対応やドライバーに対する配慮の一環であったとしてもチームがそういった言動をすることやアロンソの過激な コメントを発することを事実上目認し、全体で見れば、チーム内の問題に対する対応の失敗や、自身の公認となった、アンドレアス・ザイドルが行ったような積極的な、リーダーシップをとって、チーム内の意識改革にも着手しなかったため、自ら批判を招く言動をしていた面があるのも、事実である。一応、ブーリエは、ガーデニング休暇後のインタビューにおいて、ホンダとの提携は、 デニスの見通しより厳しいものになるという考えを持っていたらしく、会議の場で、デニスに対しても自らの考えを口にしたこともあると、釈明したが、いわゆる結果を残すという点では失敗したため、自身の晩節を怪我すこととなった。とはいえ、2013年の成績が、表彰台ゼロという1980年以来の大不振に終わったように、チーム自体が、 ブーリエ就任前からマシン開発の迷走をないし、チームの低迷期に入った感も否めなかった。現に2015年から数年を行われたサイズゼロコンセプトが結果的に失敗したことや2018年スペイン GEP でのアップデートの不調といったマシン開発のミスなどが起きている。また、2018年からルノーエンジンに変更したことでチーム全体が 現状に問題があることを認識し、それを経て行われた組織改革によって2019年の復調につながることとなった。そのため、責任者という観点から批判されることは避けられないに、しても、当時の関係者ということで必要以上に批判にさらされていることも否めない面がある。ありがとうございます。